今から800年以上の前の大昔、この辺りは広い海に朽ちれた半島でした。その頃は黄金山の島になっていて、今のように陸続きではありませんでした。そんな時代にこの神社は建てられたのです。これは現在の宝相神社です。どの道から登っていくのか分からなくなりそうなほど、今はびっくりとしています。でも、昔は今の何倍もの広い神社で、最初は立派なものだったのです。この神社を建てたのは、平の清盛です。清盛は、広島の宮島にある厳島神社を人の暮らしに通し、家電を今のような姿に作りました。この平の清盛を知事とし、美人で有名な常盤御前の母として生まれたのが千年です。清盛は、この何とも愛らしい船を大層可愛がりました。ところが、船は、皇統、天然痘という、その時代には、とても怖がられていた。病気にかかってしまいました。日本中のお医者さんが呼ばれましたが、どのお医者さんも船を治すことはできませんでした。美しく愛らしい船を助けたいと、清盛はついに尊な決心をしました。寒い寒い2月の初め、千年船を船に乗せました。はるばる京の都より瀬戸内海を厳島神社まで連れてきたのです。26日もの長い間、船の旅をして宮島に到着しました。南阿弥や厳島大名に船の病気を治したまえ、清盛は声をかけに叫びました。寒い中、塩で病気を寝、清盛は、ひとつかずら祈りました。そして、宮島中のありとあらゆる神仏に、姫を助けてください。どうか、姫を助けてください。と、泣きながらお願いしたものです。長い船旅の疲れが出たのか、千の船が急に苦しみ始めました。姫の病気はますます重くなり、みんなの願いも悲しく、2月29日、ついに姫は亡くなってしまいました。この時、姫はわずか14歳でした。清盛は、南阿弥や、厳島大名人様、姫の回復を教えたまえ、と姫の泣き笑いを見るところ、神に伺いました。これより七里出し、赤旗のあるところに、そう船がありました。東に船を進めたところ、日本人が向かいなおというところに赤旗が立っておりました。お告げの通り、清盛は、この地にたくさんの宝物とともに、姫の亡骸を埋め、手厚く葬りました。そして、ここから東にお堂を建てました。本尊に阿弥陀如来を祀り、その脇に十二鳥で身を飾った美しい立ち姿の千年船の木像を祀りました。これが宝相神社の言われです。姫の亡骸や狼や狐から守るための半島であった向かい側の山を切り開いて堀を作りました。海の強いで宝相神社一帯を島にしてしまったのです。それは大工事でした。堀越という地名などは今も残っています。この井戸は清盛がこの乾いた湯に掘り割った大工事の跡を物語ったのように、今も、堀と三丁目の地に水を与えています。我が心は闇夜道にしながらでも、こういう家に迷い掘るこの堀を、その時、清盛が読んだのか。広島市南区堀越三丁目22番7号。大きな桜の木があるこの丘に、今もひっそりと佇む宝相神社。804年にもなる、はるか昔に、思いを巡らせ、皆さんも一度、お父さんやお母さんと一緒に訪ねてみてはいかがでしょうか。